に飲みやすい。どうも、夫婦の時間、あきおです。みんな、やってる？ということでございまして、本日は、スーパードライ特別限定醸造、飲み比べでやるでございます。スーパーに行くと、お、スーパードライ、またパッケージ変わったんかなと思ったら、なんか3種類ぐらいあるなと思ったら、特別限定醸造と書いてね、こう3種類ぐらいスーパードライ置いてました。しかも、そのスーパードライよりも50円ぐらい高いというね、限定醸造ですから。クラフトビールとかではないとは思うんですが、ちょっとそれをね、飲み比べながら今日はやっていきたいと思います。さあ、ということで、並んでおります。スーパードライ特別限定醸造。こちらからね、ジャパンスペシャル。そしてこちらが、香り華やぎ。なるほど。そしてこっちが熟成仕立てと。この3種類。220円くらいしました、1缶。ちょい高め。普通のビールよりね。そして、生配信でおなじみ、レモンさん飲み比べで登場しました、プラスチックカップ。はい。フェス仕様とも呼んでますが。さあ、こちらをね、飲み比べながらやっていきたいと思うんですが、まあ、つまみはね、簡単なものにしました。実家から送られてきました。徳島県出身ですから、私。こちら、竹ちくわ。前にも登場してますよね。そして、フィッシュカツ。焼きたてでございます。フライパンで。はい。これをちょっとつまみながらやっていきたいんですが、まあ、まずはちょっと、おビール。ジャパンスペシャルから行く？日本ですから。ジャパンスペシャル。じゃあちょっと一回これは溶けておいて。こういうのに入れるのもうまそうに見えるよね。なんかお祭りとかでもさ、こういうの入ってるやん。フェスとかお祭りとか。こういうのもいいんですよね。ちょうどです。皆さん。これはうまそうだ。ギャンギャンに冷えております。スーパードライのジャパンスペシャル、いただきます。あ、匂いがちょっと違うな。うん、あ、はいはい、あの普通のスーパードライをベースにちょっとこうフルーティーにしたかなと。ちょっとコクがあってフルーティーみたいな感じかな。普通のスーパードライを。これ非常に美味しいですよ。ただこれさ、俺これ買ったのはね、1ヶ月ぐらい前なのよ。たまたま見つけて。今もないのよ。え？これ。ネットでは売ってんじゃない？売ってんかな。まあ、言ったら限定醸造やから。だからもしかしたらこれ見て、あ、飲みたい、買いたいなという方、もう店舗にはないかもわからん。でもネットにはもしかしたらあるかもしれないんで、探してみてください。いや、これ美味しいよ。ちょっとワンランク上げたスーパードライって感じ。うん。さあ、そして続きましては、熟成仕立ていこうか、じゃあ。限定醸造ですからね。どう違うのか。あ、色が違うんじゃない？ちょっと。そうでもない？違うよね。薄いね、こっちの方がね。ほら、こっちちょっと濃いけど。わかりにくいかな。でも、あの、俺の目視ではこっちが薄い、うん。若干ね。こっちが若干薄いですよ。なんか説明とか書いてんのかな？説明は書いてないね。委ねられてるね、俺の下に。いただきます。おお！だからやっぱ、色が濃い分、こっちの方が、僕言うと当たってます。普通のスーパードライを、よりコクを出して香りを良くした。それがジャパンスペシャル。熟成仕立て。まあ、熟成しとるんでしょうっていうことは。こちらもね、非常に飲みやすい。熟成仕立てというだけあって。うん。まろやかかな。普通のスーパードライに比べると。まろみがあるというんですか？口にガツンと来ない。突き刺さらない。コクがある。うん。でもね、ここはこっちの方があるかな。ジャパンスペシャルの方は。まあ、好みよね。だから、ごくごく飲みたいやったらこっちかな。一気にガーッと喉乾いてて。喉パッカーン行きたいやったらこっちいいかもね。熟成仕立て。だ、美味しいね。まろみがある。さあ、そして、最後。
香り華やぎ。これはすごいんでしょ、香りが。どうなんでしょうか。これも色味はそんな変わらんかな。うん、やっぱジャパンスペシャルは一番濃いね、色。香り華やぎと、これいただきます。あ、ええ匂いすんね。あ、一番いい匂いがする。こう匂いが強い。フルーティーっていう匂いじゃないな。でもあのクラフトビールっぽいね。それだったら このジャパンスペシャルの方がクラフトビールっぽい匂いがする。まあ、また違う匂いやけど、すごいいい匂い。爽やかな。あ、これも美味しいね。味はこの熟成仕立てに近いかな。ただ香りが違いますね。飲み比べたらわかるか。これで。一番コクがあって香りがフルーティーなのはこのジャパンスペシャルかな。え？今飲んだら違う。え？だから比べてるからか。これがだから一番強いわ。うん。何が強いの？匂い。香りが。いい香り。これが。さすが、香り華やぎ。これが一番かなと思ってたら。比べると違うね。うん。うん、これ飲んでも違うんだよね、じゃあ。うん。あ。わからん。くそ。わからん。ただ。うまいというのだけわかる。全部うまい。おつまみをちょっと食べながら、竹地区はこれすだち絞っております。いやでも全部違うのよ。ただ俺の語彙力じゃなかなか表現できない。ただ匂いはこれが一番いい。香りはコクはこれかな。うん、これがやっぱドライかな。キリッとしてる一番。うん、でこれが香り強い。でこれはコクあり、まあ、香りもあると。好きなのは個人的に。あー、これね、でも一杯目に飲むビールが結局一番うまいのよ。だから一口目に飲んだのはどうしてもね優勢になってしまうのよ。レモンサワー飲み比べの時もそうでしたが、そうなっちゃうのよ。やっぱ一杯目がうまいやん。でも好きな、まあでもほんまに好きなのこれかな。ジャパンスペシャル。あとこうキレがあるのは熟成したね。ガーッと飲みたい人。まあ季節柄ね、あれですが、もう汗かいて風呂上がりグググッグと飲みたいのはこれかな。で、まあゆっくりね、こう匂い楽しみながら飲みたいのはこの香り華やぎ。うん、いい匂い。さあフィッシュカツもちょっといただきたいと思います。久しぶりに食べるな、フィッシュカツ。これね、フィッシュカツ。うん。もう、しっかりと冷めておりますが、冷めてもうまいんですよ、フィッシュカツは。お弁当とかよう入ってましたから。さあ、ということでこう飲み比べましたが、一言言えるのはね、全部うまい。細かいことはわからない、もう私は。ただうまいということだけはわかる。まあ僕の好みはこのジャパンスペシャル。うん、ちょうど中間な感じかな、この香りとコクとね。でこれは香りやっぱ強いから、うん、これはこれでいいし、これはキレがあってね、うん、爽やか。やっぱ一番こうごくごく飲める、うん、この三者三様ありましたが。いやー、これがもう売ってないっつうのがね、店舗では。だネットでちょっと探してみてください、気になった方は。こうやってやっぱ定期的にね、スーパー行ってチェックしとかんとダメですね。うん、で、こうといてよかった。昔の俺、ありがとう。ずっと眠ってましたからこれ冷蔵庫の中に飲まずに、いつかやろうと思って。そういう思ってるうちに発売が終わってしまうというね、悲しいですが。
でもまあネットなんかで皆さんぜひ探してみてくださいということで、本日は以上でございます。チャンネル登録お願いします。さようなら。